みなさんこんにちはこの動画ではアメリカの医療制度についてお話しします日本に住んでいると海外での医療制度は日本とあまり変わらないんじゃないかと思いますでも実際にアメリカに住んでみると医療システムの違いに戸惑うことが多いんじゃないでしょうかこの動画は日本にいるときには考えられなかったアメリカ医療制度の 驚きののの事実についいてのパート1の動画でですぜひ最後までご覧ください私はアメリカ・ハワイ州にてナースプラクティショナーをしている三浦美樹です。そして日米看護教育プロジェクト JANP プロジェクトの創始者でもあります。このチャンネルではアメリカの看護や医療について また留学やアメリカやハワイでの生活についていろんな動画を配信していますのでえぜひチャンネル登録の方をお願いしますえまず1つ目の驚きの点はアメリカは自由診療という制度に基づいて行っているので医療サービスの価格はそれぞれの医療機関や薬局が勝手に決められるということですアメリカは先進国でも医療費が断トツに高いことが分かります 先進国十一カ国の中で GDP、国内総生産の中での利用費の割合を占めたこのグラフを見てわかる通りこの一番上のオレンジがアメリカなんですけれども他の国との差が年々広がっている傾向がありますこれは実際にアメリカに住んでいると実感します例えば例を挙げるとニューヨークで急性中水炎 アペンダサイレスで、えー、手術をして、まあ、特に合併症がなく2日間入院した場合、まあ、その費用は1万3000ドルだったとのことです、まあ、今はレートが1ドル130円ですのでこれを日本円に換金すると169万円となります、まあ、日本の場合ですが同じ手術を受けて5日間入院しても全体の医療費が58万ほどとなるので いかにアメリカの医療費が高くなりうるかということがわかりますじゃあ何でアメリカの医療費がこんなに高いのか、まあ、理由はいろいろあるんですがその一つの理由として医医療療費はそれぞれぞの医療機関がが勝手に決めるとということがあります日本は診療報酬という制度があって国が医療サービスの費用を統一しているのでどの医療機関に行っても同じ金額を請求されますが アメリカではこれは病院やククリニッななど医療機関によって異なります。これは実は医療費用だけではなくて薬の価格でも同じことです例えば高血圧のためによく使われるアムロリピンというあの薬この,あの薬の3ヶ月分の費用はセーフウェイという、まあ、スーパーの中にある薬局ですと65ドルなんですけれども ハワイでおなじみのロングスドラックスというあの薬局では144ドルを請求されてまたアメリカで有名な薬局のチェーン店ウォーグリーンズでは141ドルを請求されます、まあ、もし持っている医療保険がこの,あの薬を保証するのであれば、まあ、自己負担は減るんですけれども保険を持っていない場合はこの価格を請求される請求されることとなりますこれは ロングス・ドラッグスやウォール・グリーンズがどの薬に対しても常にセーフウェイの薬局よりも高額の,あの請求をするというものではなくてそれぞれぞの薬によって価格設定は違います。例えば抗インフルエンザ薬のタミフルはセーフウェイでは136ドルのところロングス・ドラッグスでは96ドルそしてウォール・グリーンズでは82ドルと この薬に関しては、ロングスドラックスやウォーグリーンズの方がセーフウェよりも価格設定が低いことがわかります。二つ目の驚きの事実は、処方薬に使えるクーポンがあるということです。もし、医療保険を持っていない場合、処方薬によってはとても高額な請求額を求められることがあるんですけれども、まあ、この支払いを軽減できる方法があります。それはクーポンです。 最近ではいろんな会社がこのクーポンサービスを提供していますが、まあ、代表的な会社の一つが GoodRx です例えば先ほど話した高血圧の薬アムロリペインの 10mg の3ヶ月分の請求額は、まあ、政府への薬局では他の薬局と比べてまあ安かったものの64ドルとまあ結構な価格でしたでも グッド RX という会社のクーポンを使うと、これが無保険でも6ドル90セントと89%のディスカウントとなります。クーポンが使えるのは無保険の人だけではなくて、持っている医療保険のプランが薬の費用を保証しない場合とか、あとは保険が保証した後の自己負担よりもクーポンのディスカウントの方が安い場合などに役立ちます。 クーポンはこういった会社のウェブサイトやあと携帯のアプリでで簡単に手に手入れることができますそれぞれの薬局での薬の価格を調べるのは患者さんの責任なんですけれども、まあ、特に無保険の患者さんを診療して薬を処方する場合私は個人的にナースパクティショナーとして GoodRx のウェブサイトで価格を調べてお手伝いをすることもあります。 というのもやっぱり無保険の場合処方しても薬が高額すぎて結局薬を受け取ることなく病状が悪化することがやっぱり心配だからです。ナースプラクティショナー NP は患者さんの生活や社会状況もケアに取り入れるのでこういった医療費の負担についてのお手伝いをすることもあります。 3つ目の驚きの事実は自己負担額はそれぞれぞのの医療保険のプランによって違います。まあ、先ほど医療サービスの価格がそれぞれの医療機関によって違うと話しましたがアメリカの医療をさらに複雑化しているのが、まあ、どれくらいが医療保険で保障されるのかどの治療がや、まあ、検査が保障されるのかというのは、まあ、本当にそれぞれの医療保険によって違うということなんですね。 まあこれは同じ保険会社でもいろいろなあの保険プランを提供しているのでたとえ同僚の人が同じ保険会社から医療保険のプランを契約していても契約していいるプランがが違違う場合は保証の範囲が違いますえ私自身雇用主を通して医療保険を持っているんですけれども選べる医療保険のプランはいくつもあって毎年プランを自分で選ぶシステムになっています。 そそしてそのどのプランを選ぶかっていうその選択には結構時間をかけて考慮いろいろ考慮して選んでいます。というのもプランによって検査や処方薬あと手術のの保証の範囲が違うからです例えば、えー、保証額についても全体の医療費のある一定の割合の自己負担というプランもあれば全体の医療費とは関係なく一定額の自己負担というプランもあります。 例を挙げると私の職場を通しての医療プランの一つは救急での診療費がいくらかかっても自己負担は100ドルきっかりであるのに対して他の2つの選べるプランは全体の診療費の20%が患者さんの自己負担となります、まあ。ちなみにアメリカでの救急室での診療の平均費用は2,200ドルです。 もちろんこの診療内容によっても価格は異なりますし、まあ、先ほども言った通り医療施設によって請求額が違うのでどちらのプランの方が絶対的にお得かということは、まあ、明確ではなくてケース・スパイ・ケースなんですけれども、まあ、私はいろいろ考慮した結果やっぱりあの救急室に行って100ドルきっかりの方がいいかなと思いその点についてはこのプランがいいなと思いました。 まあ、保険プランを選ぶのは医療のプロの私たちであっても難しいものです毎年私は同僚のナースプラクティショナーとか医師とかとお互いの選択について、えー、相談して決めています賭、まあ、けとは言いませんが、まあ、どのプランを選ぶのがいいのか自分の健康状態とか、まあ、起こりうる状況を考えたり 追加料金をはか払ってまでこのいい,いいプランを選ぶ価値があるのかっていうことをいろいろ考えて選択するのは結構迷います。ちなみに自分が持っている医療保険プランがあの受ける治療や処方薬を保証するのかどのくらい保証するのか自己負担はどれくらいになるのかということを調べるのは患者さんの責任となります。 アメリカは本当にいくつもの保険会社があって、それぞれの会社が様々な医療保険プランを提供しているため、それをすべて把握するのは不可能ですし、その保障範囲についても、いろんな会社が常に変更している可能性があるため、それを把握するのは医療者の義務ではありません。日本からいらっしゃった患者さんが困惑しがちで、 まあ私自身アメリカに来た時に理解するのが難しかったのがこの点ですアメリカでは保険会社が患者さんと直接契約を結んでいて医療費のうちどのくらい保証するのかというのは患者さんと保険会社との中でのやり取りなのでこの過程には医療者は基本的に関わりません治療を保証したりあとは保証金額を決めるのは保険会社であって 医療者や医療機関が決めることではないので自己負担が心配な場合は患者さんご自身が持っている医療保険を提供する会社に直接問い合わせてそこを調べることをおすすめします。今このほかにもアメリカの医療システムにはたくさんの驚きの事実があります。 この続きの動画も含めて、毎週月曜日に新しい動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では、See you next time!